今日はですね、深谷花鳥カフェさんに来てます。このね、保護したフクロウちゃんなんですけど、はい、ということでね、今日は深谷花鳥カフェさんに来たんですけど、はい、というのは保護したフクロウちゃんを見てもらいたくて、はい、鳥のプロフェッショナルの牧野さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これあの、はい、足感っていうんですかね。そうですね、脚感とか言っておりますけど、これとかもちょっと削られちゃってる可能性があって、 そうみたいですね、その辺もちょっと見てもらえたらなと思って、ちょっと見てもらおうかなと思ってますけど、はい、まあ、外見的にはもう間違いなく人が飼ってたメンフクロウだろうと思いますね。うん、一応沖縄の石垣の方にですね、メンフクロウの目撃情報っていうのがあって、野生の可能性もゼロではないんですけど、まあ、本州で今まで発見されてないっていうのもありますし、足感ついてるんで、うん、まあ、間違いなく飼育下の個体だと思いますね。ちょっとね、牧野さんの考察も含めてちょっと聞きたいなと思って見てもらう。爪とくちばしは切ったんですけど、そうですね、でね、この子も外に出してあげたいんで、はい、アンクレットとつけてもらいたいなと思って、今日は、はい、わかりました、お願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、末もそんなにうまくないかなという印象は受けるんですけど、そうですね、そしたらやっぱりケージで勝てたような形ですかね。うん、まあ、ちょっと私もアニマルズさんの動画を拝見したんですけど、ええ、あ、そうですね、これは人為的に削られてますね。やっぱり携帯番号ですね、この090っていうのは。これはブリーダーの携帯番号なんですか、ね、ブリーダーの携帯番号ですね。うん、これ足感、この脚感っていうのは後から入れるっていうのはできないので、基本入れるのはブリーダーですね。はい、で、まあ、なんかあって逃げた時にそのブリーダーの方に連絡が行くようにっていうための、まあ、ブリーダーの方に連絡行けばどこに販売したかが分かって、お店経由してても誰に販売してたかが分かるようになってる仕組みなんですけど、まあ、これを消してるってことは、分からないように削ってる、意図して包丁してるんじゃないかなっていう感じはしますね。うん、やっぱりじゃあ人為的なもんで、人為的なものですね。もうこの削り方からしても、そこだけね、なんかちょっと、そうですね、ヤスリで削ってますね。そっか、まあ、お店が削るっていうことがゼロではないっていう可能性もあって、はい、そのお店もやっぱりそのブリーダーさんとお客さんが直接連絡取っちゃうとちょっと販売上困っちゃうっていう意味合いもなくはないんですけど、ただこういう削り方は基本しないですね。まあ、ちょっとケージ買いだったと思うんですけど、はい、アンクレットとかつけてできれば外で飼ってあげたいんですよね。そうですね、ちょっとしっかりつけていきたいなと思ってるんですけど、はい、今日。わかりました。じゃあアンクレットもつけさせてもらいます。すいません。足の裏なんかは綺麗ですね。そうなんですね、タコなんかはあまりないんで、まあ、そんなに年齢もいってない子かなと思います。はい、じゃあ早速、はい、お願いします。つけさせていただきます。ね、ピカピカですね。ピカピカの。いいじゃん。リードはいろんなタイプあるんですけど、はい、とりあえずこのマスカンで、はい、これで、はい、ありがとうございます。終了になります。ありがとうございます。はい、さす。よかった。ちょっと羽がなんか羽ですね。骨が出てるような気が。ああ、そうですね。あ、出てますやっぱり。ここですよね。そう、なんか
あ、そう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 、これです。これはですね、実はですね、これで正常なんですよ。人間でいう親指に当たりますね、うん、まあ、ほんのちょっとだけ手羽先とかですね、よく見るとついてたりするんですけど、はい、これ自体は問題じゃないんですけど、うん、こうやって触ってわかるっていうのはこの下の羽がちょっとなくなっちゃってる部分があるんですよね、うん、赤崎レバネが折れちゃって、ここが目立つようになってるから気づきやすいっていう、うん、本当はここの下にももう一本羽があるんですけど、それがなくなっちゃってるんで気づきやすいっていう形なんで、これはケージ飼いだったから、そうですね、ケージ飼いだったからだと思いますね、うん、あ、反対も同じですね、うん、ちょっと気になりやすい部分であるんですけど、まあ、問題ではないかと思います、うん、まあ、羽が逆に伸びてくれば、うん、目立たなくなると思いますし、飛ぶのも支障なくなってくるかなと思いますね、まあ、もしかしたらちょっと病院でレントゲン撮っていただくと分かると思うんですけど、うん、ここがどうしてもケージ飼いなんでここが擦れてるんですよね。なんでもしかしたらここの親指の部分がですね、うん、皮膚が薄くなっちゃってるとか、一応切り替えてるんで問題ないと思うんですけど、骨折したりとかしてる可能性もゼロではないんですけど、はい、まあ、心配ほとんどないと思います、はい、あと四肢ですかね、四肢、この胸の筋肉があるかどうか、まん丸ですね、しっかり筋肉と脂肪もついてますありがとうございます。ちなみにお題を、あいさん、いや、お題はいいです、うちの方もですね、鳥獣保護をしてたりするんですけど、野鳥だと医療費とかっていうのが出たりするんですけど、野鳥じゃないこういう逃げちゃった動物って医療費がどこからも行政とかからも出ないんですよね。出ないですね、はい、なんでまあその辺はまあ、これぐらいでよければ大臣の方はありがとうございます。ありがとうございます。よかったな、助けてくれる人が多くてよかったな。あ、またちょっとメンテナンス必要になったりとかしたら、はい、ぜひ、していただければと思います、はい、お願いします。ほら、いいじゃない、お外ですよ。どうですか、なんかわいい子ちゃん、お外の世界にちょっと慣れましょうね。